韓国が中国から F-35B ライトニングの類似品の装備部品を輸入しているという情報をキャッチしたよ。もともとこの戦闘機はアメリカから購入した機体で、その部品をなんと中国から買い入れるとは、アメリカもびっくりしただろうし、呆れ返っているだろうな。今回はそんな最新鋭戦闘機 F-35A の整備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F-35A ステルス戦闘機は逐次韓国に導入されているようだけど、他国のことではあるものの、機密情報が気になるよね。戦闘機を売ったアメリカが買った韓国の動きを24時間張り付き体制で監視している理由も、本当のところは韓国を信じられないからだと推測されるし。韓国仕様の戦闘機は外見は F-35A 戦闘機だが、中身は韓国のオリジナルだからな。と言っても、この戦闘機はアメリカが韓国に売り込んだものだから、責任を取って監視しなければならないというわけだ。アメリカは軍事企業として有名なロッキード・マーチン社が製造した最新鋭第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を目標40機として韓国へ売り込みをかけたよ。はじめの予定では、韓国は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を計60機購入ということだったけど、やがて40機と下方修正して、20機減らしたわけなんだ。ちなみにこのうちの24機は2020年10月までに購入する予定になっているみたい。こんな状況だけど、韓国は軽空母の保有計画があることを公式に表明したよ。本格定かどうかは不明だけど、軽空母用として、短距離離陸垂直着陸可能なライトニング B 型戦闘機を20機ほど購入するみたい。さて日本の現状だけど、F-35A 型105機、B 型42機購入が決定しているから、数字だけ見れば、アメリカに次いで多いということになるね。韓国が B 型購入や軽空母建造の意思を発表した裏には、当然日本を意識したと思われるよ。一昔前、冬ソナに代表される日本での爆発的な韓流ブームがあり、それにこうしてアニメなどの日本ブームが韓国にもあったよな。その後 K-POP ブームもあったが、どうもギクシャクしているのが日韓関係だぜ。一般の人たち同士ではそんなに敵外心を剥き出しにして喧嘩することもないのだが、どうしても国が絡むと悪化してしまう部分は否めないな。いつの間にか日本を敵対視するようになった韓国だが、海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修決定を不安視し、対抗策を考えた結果が B 型と軽空母購入なのかもしれないぜ。しかし、ここで世界の動きに目を向けてみるんだけど、すると軍事大国と言われるアメリカやイギリスが、F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の調達計画を止めようとする動きを見せているのがわかるんだよね。そうなってしまったら、ライトニングを製造しているロッキード・マーチン社は、収入の一部が減ることになるわけなんだ。本国アメリカでさえ、購入しないと言っているんだからな。ところが韓国が購入しようという動きがあるから、ロッキード社の立場で見ると、アメリカ、イギリスで減った分の収入を補填できることになるんだよね。ラッキーだよな。簡単に言えば棚からぼた持ち的な心情だと思うぜ。さて、軽空母開発と同時に韓国側は設計の前提条件である情報開示を要求したよ。しかしロッキード社は契約後でなければ見せることはできないと突っぱねたんだ。つまり、お客の要求を拒絶したということになるよね。韓国の以前の発表では、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦後継艦として、3万トン級大型輸送艦を作るということだったんだけど、裏話として隣の軍事大国中国に空母保有を隠すためとも言われていたよ。つまり、あくまでも輸送艦であると主張して、直接戦闘に関わる艦艇ではないという言い訳をしようと考えていたみたい。日本はこういった動きはしがみもかけず、海事護衛艦出雲と加賀を航空母艦として回収すると公表したな。これを聞いた韓国が、絶好の理由ができたということで日本への対抗策としてなら中国の機嫌を損ねることがないので、堂々と空母を保有できると判断したのだろうな。そして軽空母保有計画を進めたというわけだ。地図を見てすぐわかるように、日本の4州は海に囲まれていて、地域特性上から考えても、
中国海軍の脅威が迫る南西諸島の防衛戦略には有限の陸上拠点だけではなく、出雲や加賀などの艦艇によって運用される F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が必要不可欠となるんだ。一方韓国なんだけど、韓国領海は日本の約 10% 程度、朝鮮領海をプラスして計算しても、およそ 12% 強だから。陸上の飛行場から発進する F-35A 型の航続距離や行動範囲に十分収まるはずなんだ。なのにわざわざ大金をかけて B 型を購入しようというのは、お金がもったいないと考えてしまうけど、他の国のことだしね。内政干渉と言われそうだから、日本が口出しする問題ではないな。韓国から話がそれるんだけど、イタリアも F-35 ライトニング2戦闘機 A 型と B 型2種類の購入を進めているみたい。しかし、この新型コロナウイルス感染拡大の影響で、戦闘機購入計画は一時中断せざるを得ないことになり、その代わりということか、中国の経済援助にイタリアの依存がますます強まっていると思われるんだ。ちょっと意外な感じだが、実はイタリアと中国は関係が深いぜ。中国から多くの労働者がイタリアへ移動して、仕事に就いており、現在のイタリアは中国からの労働者なしでは経済が成り立たなくなっていると言っても過言ではないほどだ。イタリアでコロナウイルス感染者が爆発的に増えたことがあったが、すぐ身近にいる中国からの労働者を非難する声があまり聞こえなかったことを不思議に感じた方も多かったんじゃないか？歴史的に見ると絹と共に文化を運んだシルクロードの端と端の2国が友好関係なのは良いことなんだがな。韓国はアメリカから完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入するだけだけど、イタリアにはヨーロッパ各国向けに F-35 の組み立て、製造、メンテナンス拠点である FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトがあるんだ。当然ここでは F-35 を分解したり、分析も行われるわけだから、F-35 ライトニングの情報を知り得る場所とも言えるんだよね。となったら、イタリアのこの FACO から F-35 の情報が中国へ漏れてしまうのではないかという不安の声があるぜ。前述の通り、イタリアと中国は深い関係があるからな。FACO は愛知県にもあり、アジア地区の F-35 の整備業務が行われているよ。実は F-35 ライトニング2戦闘機には厳しいルールがあり、それは通常の点検整備以外は必ず FACO で行わなければならないというものだよ。それほど大事にしなければならない機体ということなんだろうね。韓国は F-35 戦闘機を所有しているが、政治的な考えなのか、反日感情なのか、両方なのかわからないが、戦闘機を日本に持ち込むことを完全に拒否しているらしい。メンテナンス中に韓国の戦闘機データが盗まれることを不安視しているのだろうが、ルール無視だから、この拒否が近い将来問題化するのは明白だな。ちなみに F-35 戦闘機だが、日本の購入価格は1機当たり約120億円強であり、韓国の価格より3割ほど高いらしい。韓国より購入数がずっと多いのに値段が高いというのはおかしいのではないか。アメリカに吹っかけられているのでないか。第二の思いやり予算ではないか、などという数多くの指摘があるのだが、これはデタラメな数字ではなく、前途の FACO 解説による利益も考慮した金額になっているってわけだ。要するに、FACO を利用させることで利用料を得ることになっているので結果として収支トントンということになるらしいな。韓国の人口は日本の約半分なのに軍事予算はほぼ同額で、日本同様、国家予算に占める割合も大きいようだから、軍事に回すよりもっと有効な使い方はないのかと国民から不満の声も上がっているみたい。よその国のことばかり荒探しをしている場合ではないんだけど、韓国は他国のことに口を挟まないで、自国のことに集中してほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている、北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたね。北朝鮮の瀬取り行為はたびたび問題になっているよな。そうだね。
今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキードマーチン社製の P3K にオライオン対戦哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事したよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版と言えるんだ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル。全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇るらしい。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS16 セルで空対空ミサイルを運用。艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているな。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたんだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるよ。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており新たな動きと言えるだろうね。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだな。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているぜ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているんだけど、ここには別の問題も横たわっていると言われるんだ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているよ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうな。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、
むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたぜ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には、北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているようだ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは、積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だね。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうよ。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたな。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと。および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているぜ。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルクフォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラントプファルツは中国の青島に寄港した過去があったよな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も、手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、どうなんだろうな。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強化と進化を継続しており、新たな環球分野への進出も政治と連動して進められてきたよ。そうした状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型たる出雲と加賀の2隻だと言ってよいだろうな。今回は改修工事が進められている出雲型護衛艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。出雲型護衛艦は自衛隊の艦種分類上からはヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているけど、海外の軍事専門誌等からは概ねヘリ空母として認識されており、その範疇で語られることが大半なんだ。出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルと名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能だよ。これらヘリの最大5機の発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、それらを対潜哨戒任務によって封じ込めることが最大の目的だった流れから生み出されたね。1991年の旧ソ連の崩壊後、
その後継国家となったロシアに対してこの方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が、日本が最も警戒べき仮想敵国へと置き換わったな。こうして中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛を担う上では中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事となったと言えるぜ。南西諸島における中国海軍の接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるが、現状航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島ぐらいしかなく、そのカバーが求められたわけだ。これは中国との有事の際には在日アメリカ軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃でその滑走路の機能を破壊される可能性が生じるためであり、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたね。その結果導き出された結論がアメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇整備仕様というものだったんだ。こうして2015年から収益を迎えていた出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修が決定され、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったと言えるよ。出雲型はもともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えることで航空母艦化されることになるが、これより以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していたぜ。それが1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してき艦艇だな。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上ではドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的なようで、完備にあるウェルドックから2隻の大型の LCACH9 エアクッション型揚陸艇を運用可能だね。ただし大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルと出雲型に比べればはるかに規模的には小型な艦艇だと言えるぜ。大隅型輸送艦が全通式の飛行甲板を有するにもかかわらずヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としておらず、したがってそのエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができない点が挙げられるよ。また艦内もこうした事情を反映してヘリ用の専用の格納庫としては設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与されていないため、その艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっているぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う上では、大型の LCACH9 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言えるだろうな。出雲型に先んじて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、その前進となったのはやはり、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が最初であったと見て間違いないね。日向型護衛艦は基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、およそ出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つよ。日向型護衛艦には各種のヘリコプターが最大で4機搭載が可能とされており、
その全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施することができるんだ。ここで日向型と出雲型の大きく異なる点の一つとして挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシウイス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみだぜ。これに対して日向型は 20mm バルカン砲のシウイス2機は同様ではあるが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射艦2機トンク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セル2アスロック対戦ミサイルを収容しているな。出雲型が必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用の兵装らは護衛に随伴するであろう他の護衛艦に任せる方針であることに比べ、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだと言えそうだ。今でこそ出雲型の2隻が回収を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内のコンセンサスもまだ十分に図れてはいなかったんだ。そのためお墨型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入は行えていたものの、日向型の建造に際しては政治的な反発も考慮してか、3つの艦隊の設計案が提唱されており、いわば反応を見つつ推進されたというのが実情のようだね。一つ目の案はそれまでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には現行の全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的でかつ、運用効率に優れた形に落ち着き、その後の出雲型へとつながる実績を作ったわけだが、今から考えれば覚醒の感が拭えないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。